どうもレモルです。このチャンネルは桜坂日向坂2丁目メインで動画投稿しておりますレモルと申します。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。神イベントでした。はい、というわけでですね、私桜日向オーターなんですけど、斉藤冬香推しで、まあユニゾンエアもやっておりましてですね、先日ユニゾンエアのオフラインイベント、リアルイベントですね、ユニエアオフラインが開催されました。こちらがですね、オンインワンマークというイベントが第1回から第4回、まで開催されておりまして、まあね、1期生2期生のメンバーで、上位を争って、トップ50人と抽選50人の計100名が、オフラインイベントに参加できるというイベントでして、私斉藤冬香連12位だったので行ってきました。そのね、今日はレポ動画ということでまとめたいなと思います。イベント行った方もね、行ってない方も、まあどんなイベントだったかなっていうのをね、振り返る動画となっております。はい、今日ね帰ってきたばかりやねんけど、マジで神イベントやったよ本当になのでちょっと今日そのね、レポの内容とかもね、ちょっと喋りながら、感想も喋りながら動画撮っていきます。オフラインイベント、まあ、100人じゃねんけど、全員が一気にやるっていうわけじゃなくて、まあ、1部とか2部とかこう部が分かれてて、まあ、ふーちゃんはね1部でした。まあ、朝の早い時間だったかな、まあ、11時ぐらいから始まる予定って感じやってんけど、運営さんも初めてのイベントっていうのでちょっと時間が押してて、イベントが始まったのが11時17分で12時半前ぐらいまで、約1時間弱ぐらいふーちゃんと一緒にいることができたっていう感じですね。でまず服装が8枚目シングルの制服衣装、あの緑色のね、新しい制服衣装でした。いや、これが多分世間でも最近お披露目されて、それこそファンの前に立つのは初めてだったんじゃないかな。これがね、インスタグラムのふーちゃんの写真やねんけど、はい、あのこの制服衣装というのは、この美女でふーちゃんがイベントにやってきました。はい、可愛かった可愛くて、席なんですけど、ランキングイベントの上位からこう前1列目2列目3列目みたいな感じで、1列目だけがこう1,2,3,4,5,6,7,8,9 みたいな感じであってて、2列目以降はこう10,12,13,14,15ってもう横から順番で、俺が12位やってんけど、まあ前2人がいなくったのかな、俺は10番の札を渡されたので2列目の1番端でした。うん、はい、このような形を受付で渡されて、会場に入って、まあ、そこの席に座ってって感じで、ふーちゃんが時間になったら来たっていう感じです。でプログラムが、何個かあって、カメラに向かって、あのユニゾンエアのサインの演出、この演出あるじゃないですか、この演出をあの実際に目の前でやるみたいなんで、カメラにこう何ボードみたいなのを貼って、そこにサインを記入するっていうねプログラムが一つ目ありました。2枚書いたのかな。でそのうち1枚はプレゼントみたいな形になってました。はい、なのでそのでっかいモニター、あのプロジェクターもあったので、そこにふーちゃんの顔が映って、実際にサイン書いてみたいな感じで、ふーちゃんは1枚目は黄色のペンで書いて、2枚目は白で書いてました。うん。まあ、もう一つが、スコアアタックチャレンジって言いまして、私たちが、あの、会場でノーツを叩くっていう感じで、まあ、ふーちゃん見に行ったのにノーツを叩くのどうなんかなって思ったんですけど、まあ、実際はまあ、楽しいイベントだったかなっていう印象ですね。まあ、はい、はい。なので、約100人でノーツを叩き合うっていう感じで、まあ、予選と決勝っていうのがあって、オンエアマークランキングイベント1位の人は決勝に進めて、残りの4人、合計5人が決勝に進むねんけど、1位の方はシードで行って、残り4人を99人の中から決めるみたいな感じで、みんなで一斉に用意スタートって言って、課題曲がバンだったので、サードツアーのバンやったんで、そのバンを叩くみたいな感じでした。うん、その時みんなイヤホンとかしながら、まあ、あの楽曲をしている時間はふーちゃんは喋ったりすると思ってたから、俺はイヤホンなしであのバンを叩いてて、まあ、ふーちゃんがここにおったとしたら、もうこうやって叩いてました。あのふーちゃんをこうチラ見しながら会話聞きながら無音で僕はやってました。当たり前でしょ、ふーちゃんの声聞きたいんでね。でした。はい。で、いや、惜しかった。もうちょっとちゃんと本当にユニゾンやっとけばなーってそこで後悔してんけど、400万以下の方座ってくださいみたいな。450万以下の方座ってください。500万以下の方座ってくださいみたいな感じで、座ってください。どんどん座る制度やってんけど、チェック項ちょっと残ってたので、うわ、いけるかなって思ったけど、まあ無理やったんで、もうちょっと真剣にやってたらの生き残れたかなーって思いながらも、っていうので、まあ4人が決まって、シード権に獲得してる1位の方と、予選突破した4人の計5人で、
決勝戦を行うみたいなんで、まあ、5人は確定でサインの景品をもらえる、ミニサイン色紙をもらえるっていうやつやったから、いいなと思って、そこで1位に輝いた人、あの、スコアタックチャレンジで1位に輝いた人は、あの、盾がもらえるみたいな感じで、まあ、結果的に、こう、皆さん、色紙等が、サイン入りの色紙がもらえて、しかも名前入りでもらえる、後日、こう、配送でもらえるっていうので、いや、ただただ花瓶イベント、やなと思ってっていうのと、チェキを取るっていうので、その、選ばれた5人と、ふーちゃんとの6人ショットの写真を撮ってて、それをまた直筆で書いて送ってもらえるみたいな感じで、同じ画角に収まれるのってちょっと坂道界隈だと珍しくない？運営許可したんかなって思いながら、その桜坂運営ね、いやそれはいいなって思った。うん、もうイベント自体がこの MC っていうのがなくて、他のメンバーもそうやったと思うけど、ミニア運営が MC をしてふーちゃんがこう喋るとかじゃなくて、もう全部台本がふーちゃんにあって、ふーちゃんが全部司会進行するみたいな感じでした。そっち雑談とか質問コーナーとかあったりしたっていう感じですね。で、決勝戦の楽曲がふーちゃんが決める、多分他のメンバーもそうやと思うけど、ふーちゃんがね、なんか裏話とか、の実際に MV があったらしいんですよコンセントレーションのね、世には放たれていない MV の話をしてて、実際の MV の衣装と同じのをケヤキフェスでやったみたいな話で、帽子をかぶるかかぶらない問題、結局あの帽子をかぶったみたいなねんけど、あの映像ライブ映像にもある通り帽子をかぶってんけど、帽子って結構髪型が崩れるとか、いろいろこう本当にライブの当日までめちゃめちゃ揉めたというか悩んだだっていうみたいな裏話もあったりとか、まあ大関に感謝みたいな話もしてたりとか、そのコンセントレーションを披露することができたっていうのもね、はいっていうのとか、まあファンの皆さんはコンセントレーション好きって言ってくれてたけど、なんか披露してたメンバーは最初はそんな印象もなかったっていう話もあったけど、まあ、ファンのみんなに愛される曲なんだなって今は嬉しく思ってるみたいな話をしてて、まあその話の関連で、アイムアウト、ユニゾンエアのアイムアウトで欅坂を知ったとか、桜坂を知ったっていう方も中にはファンの中にいるらしく、やっぱアイムアウトいいよねっていう話も、してました。うん、いやいいよね。で、そっから、まあ、決勝戦が終わって、その5人のチェキとか、盾の贈呈とか終わった後、もう最後終了っていう感じで、お見送り、100人分のお見送りを、終わって終了って、約30分ぐらいの時間やってんけど、まあ、実際にふーちゃんと一緒にいた時間は50分ぐらい。会場の中にいたのは1時間ぐらい、1時間15分ぐらいいました。で、ちょっと最初の一部だったので、スタッフさんもごたついてて、まあ、結果的にふーちゃんといたのは50分。10分ぐらいでした。はい。実際にライブ以外の現場ね、ふーちゃんと一緒にいる空間があったのは握手会、コロナ前の握手会だったので、それも不思議な気持ちやったし、まあ俺2列目やってんけど、まあ近かったしね、普通に。やし、1位の方とか、決勝に進んだ方とか、もうほぼゼロ距離の距離で喋ってたから、めっちゃいいなぁと思って、いやーまあ、せっかくね、YouTube やってるし、いやー、レイマル決勝に進んでレポしたかったなーとかも思ってたけど、でも、うちわ、このうちわをね、ずっとここに掲げながら、ふーちゃんの話とかを聞いてて、最後お見送りの前にね、ちょうどお見送りの位置が、俺が座っている目の前やって。で、こう、100番目の人、後ろの席から、こう順番にお見送りしていくって感じだったから、1位の方が一番最後に出るっていう仕組みやったので、僕は最後から20番目に出たっていう感じやねんけど、まあそこまでみんなのお見送りの斎藤風花を全部見れたりとかもして、でそのお見送りが始まるよっていう時に、ふーちゃんがこう目の前に移動してきて、アクリル板とか設置してる時に俺のうちをバッて見て、見たことあるって言ってくれて、見たことあるよねみたいな言ってくれて、多分このふーちゃんのうちわをふーちゃんに実際に見せるのは初めてやけど、まあ実際にツイッターとかで見たことあるのかなと思ったりとかして、まあ俺、ふーちゃんが俺のことを認知しているかどうかはまだいまいちわかんないけど、見たことあるかもって言われたから、で盾で振って首振って、まあで最後お見送りの時にアクリル板の前に来て、まあうちわを掲げて、レイマルですっ
って言ったのよ。そう、悩んだよ。ツアーにも行くから、ツアーにもこれ持っていくねっていうか、まあ、もう、レマルですっていうか悩んで、いや、最後、その最後悩んで、いや、ちょっと知ってるかなと思って、レマルですって言ったよ。レマルですって言ったら、知ってるゲームのって言われたから、知られてました。まあ、実際、レマルってレターってね、YouTube とか、YouTube やってるってレター送ったこともあるし、実際にあのユニゾンエアのチェキをミーグリオンラインのミーグリで見せたことも何回かあるから、レーマルイコールユニゾンエア頑張ってるって認識されてるのかなと思いながらも、知ってるゲームのってゲームいつもやってくれてるって言われたから、このチェキをね何枚か持ってるっていうのをミーグリで言ったことあるから、まあ、その印象があるのかなっていうと思ったけど、でもレーマル知ってる風ちゃんの中でちょっとゲームをやっているレーマルってやつがいるぐらい覚えてたんだなっていう事実を教えたことだけでめちゃめちゃ良かったです。はい、嬉しく思ったよ。嬉しい。このねチェキはお守りとして持って行ってました。そう、持って行ってた。最初のねサインを書くあのプログラムで、サインも欅坂から3回ぐらい変わってるっていう話もあって、桜坂とね欅坂の時に、でこのチェキのね遍歴俺知ってたから、そのサイトがカタカタになったりとか、あの漢字になったりとか、欅が桜になったりとかしてたから、めっちゃうなずいたりとか、もうふーちゃんへのこう言葉の時にめっちゃ反応したりとかして、もう俺はねめっちゃ楽しかった。いや、ふーちゃんと友達になりたいって思うぐらい。オンエアマークってさ、まあ、あの、正直スコアを競ってるわけではなく、まあ、時間をかけた人が勝つゲーム性じゃないですか。まあ、エールイベントもそうやし、スコアが強いという人よりかは、もう根気よく一生ゲームをやり続けた、ノートを叩き続けた人が勝つやつなんで、まあ、結果的にね、オンエアマークはスコアが出せる人が恵まれるって感じやってんけど、まあまあ、でも、初めてのリアルイベントっていうこともあったし、じゃあ、良かった時間だなって思いましたよ、俺は。ふーちゃんのオンエアマーク走った時、俺は課金してなかったので、まあ、それもでかかったっていうのもあるし、てか、ふーちゃんの美女が最高すぎた。うん。何回か目あったりしてね。で、まあ、ふーちゃんのファンの皆さんはね、こう、ガヤとかあまりせず、静かにこう見守っているスタイルの方々が多かったので、それもなんかほんわかしたなって思いながらも、いや、もうちょっとスコアタ頑張っとけばよかったなって思った自分もおるけど、まあ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 、次ね、ライブとかでこのうちは持って行って、まあ、見つけてもらいたいなって思う、次のツアーもね、FC1 時で当たってるから、花道行こうかもしれないから、持っていこうかなと思います。いやー、どうでしたか、リアルイベント。参加した方、他のメンバーの様子とかもね教えてもらったらなと思います。レナーとかはみんなのプロデューサー名読んだりっていうね、ちょっと話を聞いたりとか、いやいいなって思いながらも、いやでもよかった、お見送りもあるのがちゃんとよかったなって思います。やし、みこちまるも一緒に行ってんけど、ふーちゃんねハートポーズお見送りでやってたのを見たりとかしたから、みこちまるもね楽しいんだってのもあるし、次回ね僕はおめいめいのリアルイベント行きます。47位やったかな、48位やったかな、でみこちまるが20位やったんで、まあ、その時までにちょっとでもね俺が育成して、みこちまるの分もめいめいトップ5になって景品取りたいなって思ったから、ちょっと育成頑張ろうかなって思います。まあでもだから次のねめいめいのあのオンエアマークのレポも動画にしますのでね、ぜひね楽しみにしておいてください。本日はねユニアのオフラインイベントのレポ動画でございました。幸せだった。このね、動画見てくれたら、ね、レイマルのリスナーはもう、レイマルさんめっちゃ見上げてるって思ってると思うんだけど、いや、楽しかったよ、本当に。うん、楽しかった。はい、今後もね、インスタや楽しませてもらいます。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ふーちゃん、ありがとう。